60代でも70代、70代でも80代の方で、年齢が取るにつれて、一番最初に何が落ちてくるかっていうと、理学療法士の松田圭太です。ご覧いただきありがとうございます。この動画でですね、腰痛、膝痛、肩の痛みだったりで悩んでいる患者さん向けに撮らせてもらっている動画になります。もしですね、1年以上治療をやってもですね、改善しない痛みがあるのであれば、しっかりこの原因を見つけるってことにですね、フォーカスしている動画になっていますので、もしね、1年以上痛みがついている場合であれば、この動画必見になってますので、ぜひ見てみてください。今日はですね、50代ぐらいからなんか体が悪くなってきた、60代ぐらいからなんか不調が多くなってきたという人もいれば、逆に60代でもピンピンして仕事までしてて、なんか若々しく生活してる人も、なんだこの違いはっていうのがね、50代の分岐路ってあるで、私がですね、やっぱ累計1万人以上ですね、こう治療したりとかで、この分岐点で悪い方に行きやすい人って、こういう特徴があるよねっていう3選があるんですよ。これを今回まとめさせていただきましたので、もしですね、私のこと言ってんのかなっていう人だったりとか、あとは、元気にですね、60代、70代を過ごしていきたい。仕事もやっと落ち着いて、今からなのに、全然体の不調がある。そんな人だと、もう人生楽しくなくなっちゃうでしょ？だから悪くなる人の特徴をお伝えしますので、もし、元気ピンピンですね、やっぱ60代、70代過ごしていきたいっていう患者さんだったりとか、だからなんか不調が多くなってきたっていう患者さん。で、そんな人であればですね、この動画見ていただくことによって、今からすぐにできるですね、改善方法をですね、紹介していきたいと思いますし、原因もですね、3つにまとめてますので、ぜひね、この動画見ていただければと思います。では本編いきましょう。あれですね、説明していきたいんですけど、3つです。私が見てるだけで、これ当たり前に言われてることなんですけど、めちゃくちゃ深いです。まず1つ目運動習慣、2つ目食生活、3つ目睡眠。当たり前やーってなりますけど、めちゃ大事なんですよ。で、正直この3つが揃ってる人で痛みを感じてますって人はあまりいないです。やっぱり適度なバランスがいい食生活、睡眠、運動、この3つができていれば、痛みが起きるっていうことはほぼほぼ私は皆無に近いんじゃないかなと思います。ね、バランスが崩れてるとかであればダメですよ。例えば食生活も食べ過ぎたら、これ太っちゃいますね。これは腰痛になりやすかったりとかするし、膝の痛みもなりやすい。例えば膝の痛みと体重ってのは相関するって言われてますから。でも体重を抑えるためには運動しないといけないね。でも太ってる人って食べて運動してない。この運動と食事のバランスがおかしいんですよね。いわゆる食事と運動習慣とバランスとしては睡眠が減ってる状態、やっぱここなんですよ。で、最終的に結論から言うと時間の使い方です経営みたいな話になりますけど、結局そこなんですよ。人間って寝るか食べるか仕事するか趣味をするかって、この3つの時間しか使ってないんですよ。ですよね。ってなった時に、この3つの時間のバランスなんですよ。寝すぎたらそれ痛くなりますよ寝すぎなかったら運動習慣が多い分の筋肉回復できませんようになるので、この3つのバランスがめちゃくちゃ大事。過度もダメ、過小もダメです。ちょうどいいのがいいです。運動習慣、食事、睡眠、この3つのバランスが大事だってことを理解してください。じゃあこれを踏まえた上で、じゃあ一個一個説明していきます。で、まず1つ目が食事です。で、食事なんですけど、食事っていうのはいわゆるですね、私の中でありまして、食べたものでしかやっぱ体できてないじゃないですか。だから食べたものっていうものが、やっぱりね、人間の体を作ってると。例えばね、これをうどんしか食べてなかったら、ちょっと2、3年後体やばそうじゃないですか。カルシウムだったりとかが摂取されてないとかで、骨が弱くなってて骨折しやすかったりとか、栄養が偏ってしまっててとかもありますよね。と、血液が貧血気味になってたりとかね、いろんな問題が起きてきます。で、これも食事もバランス、そして一番は食事が過小も過大もダメって言いましたね。で、ほぼほぼですけど、年齢が取るにつれて過小になってきます。食事が一番最初に何が落ちてくるかっていうと、過小になってくるのは食事です。で、私慢性期病院で働いてましたけど、食事が食べれなくなってきた時はほぼほぼですけど、やっぱ寿命が尽きる瞬間が近づいてます。これですね、エビデンスで出てるわけではないです。ただ私も知ってないだけかもしれませんけど、やっぱ食事が減ってくるのと元気がなくなってくるって、やっぱ相関するんですよね。逆に言うと、食べましょう食べましょう食べましょうって言ってると元気になってくる人もやっぱ多いです。でも食べれないんですよね。そう。なんで食べれないかっていうと、運動してないからお腹も空いてないんですよ。で、睡眠してないから腸内環境も整ってないんですよ。だから消化ができなくて、消化が遅くなっちゃってて。で、結果として血流が回っていない。で、休む時間もない。くなって、
消化ができない、消化が遅くなる、食べれなくなってくるっていう悪循環なんですよね。ここで出てくるのが運動と睡眠なんですよ。また休んでる時に腸内環境って整ってくるし、炎症だったりとかも整えるわけですよ。でも運動をしてることによって血流が回るわけですよね。で、血流が一番多いのはいわゆる内臓ですから、血液の状態が悪くなってる状態になれば、それはお腹の吸収も悪くなりますよねって話です。だからまあこれね、繋がってきますけど、結局腸の状態とか栄養が食べれないとか、ご飯が食べれなくなるっていうのが運動と睡眠にまた入ってきます。ただ最終のバロメーターとして食事が減ってきてるとやばいなと思ってください。じゃあ食事で食べてくださいって言って食べますかって言ったら食べるんですよ。食べるんですけど一時的に食べる。じゃあどういう時食べますか？お腹減った時ですよね。だから食事が落ちてきたら運動量いわゆる上げてあげたり、睡眠をちゃんと調整してあげる。寝すぎてる場合もありますからね。調整してあげるのが大事です。だから食事が減ってきたっていうのは最初バロメーターだと思ってください。そのためをそれを回復するには運動と睡眠。じゃあ運動と睡眠で言ったら、まずは運動ですね。運動、これどれぐらいがいいのか。じゃあ例えば1日5時間俺走ってます。やばいです、やめてください。これはこれでダメなんですよね。で、これはやっぱり若さ、いわゆる年齢とともに適正な量っていうのはどんどん何でしょうね、減ってくると思ってます。若い時はやっぱり多く食べたりとかね、しますから、食べた分やっぱ消化しないといけないっていうカロリー摂取、カロリー消費の方が結構多いんですよ。だから例えば若い時ってなんで運動しますか？痩せたいとかですよね。カロリーを消費するために運動してることが多いんで、これはですね、やっぱり有酸素運動をガンガンやっていく、食べた分消化していくね、っていうのがすごく大事です。基礎代謝量がだいたい1200か1300ぐらいを、ね、1500を推移するのがすごく大事かなと思ってます。基礎代謝ね。ただそれを下げるような筋肉量になってくると、基礎代謝が減ってきて食べても消化できない状態。基礎代謝っていうのはいわゆる何もしない状態、座ってる状態でもカロリーっていうのを使ってきます。熱を発生しないといけないから、食べる量が入ってないといけません。ただこの筋肉量が減ってくると基礎代謝が減ってきて食べる量が少なくなってくる。で、バロメーター減ってきますね。だから運動してあげて筋肉量上げないといけない。だから若い時っていうのは基礎代謝上げたりとかもそうだし、有酸素運動で消費してあげるのも大事。でも年齢取ってくるとどうなるかっていうと、食べる量も減ってきますよね。そうすると消費カロリーを減らす、カロリーを消費していくっていうわけじゃなくて、どちらかというと筋肉量をつけてあげて基礎代謝を上げてあげるって大事なんですよ。そうなってくると有酸素運動からちょっとした筋力トレーニングのような筋力をつけるっていうものがすごく大事になってきます。ただでさえ筋肉量減ってくるんですよ。年取ってくると筋肉量減ってくるんですけど、この筋肉量減ってくると基礎代謝が減ってくる。そうすると摂取しなくてよくなってくるから食事が減ってくるんですよ。だから運動してあげないといけないんですけど、有酸素運動というよりもどちらかというと散歩っていうよりも筋力をつけるところにフォーカスした方がいい。だからちょっとしたスクワットだったりとか、自分の筋肉に負荷をかけてあげるような運動の方が大事です。スクワットはよく言いますね。スクワットとか、あとはカーフレーズだったりとかっていう背伸びだったりとか、あとは山登りとかもいいですね。山登りやってる人結構多いですよね。結構元気じゃないですか皆さん。あるいは筋力をつける方、プラス有酸素も入ってるんですごく相性がいいですね。なんで年を取ってくるにつれて有酸素運動から筋力をつけるっていう方、筋肉量を増やすところに時間を使ってください。で、これは60代でも70代、70代でも80代の方で筋力をつけるっていう方にフォーカスしてください。で、やっぱ筋肉量が多い人って食事量が多くなって結構元気なんですよ。そして最後、睡眠ですね。結局この運動して筋力をつけますね。筋疲労っていうのはどうやって回復するか。休息なんですよ。十分な休息です。いわゆる筋肉を破壊した分、ああ、これだけだったらこの筋肉って壊れちゃうんだ。なるから、1本だった繊維を2本とか3本に増やしますね。そうすることで筋肉量が増えるわけですよ。ただでさえ筋肉量減ってますから、増やすためには筋肉に負担かけないといけない。で、負担かけた筋肉を回復するためにはどうするかって言ったら、休息が大事です。だから、この休息が大事なんですけど、寝すぎもダメなんですよね。寝すぎちゃうと活動性が下がっちゃいますから。なんで、大体ですけど、6時間から8時間の間っていうところで収めてあげるのが一番ベストかなと思います。で、あとね、寝る時間も結構大事でして、寝る時間もやっぱ固定してあげて、9時に寝るんだったら5時に起きるとかみたいな、この寝る時間と起きる時間を固定してあげる。これが結構バラバラになっちゃうと、ソーシャルネットジェットラグって言っていわゆる時差ボケみたいな感じが起きちゃって活動性結構下がっちゃうんですよね。なんで定時で寝て定時で起きるってことも結構意識するといいかなと。そういう意味でやっぱりね、朝日が出たら起きる、そして農作業をするっていうのが私はおすすめなので、やっぱ農家の方って元気じゃないですか。ですよね。朝ちゃんと定時で起きて、そして農作業しますよね。スクワットみたいな姿勢をしたりとか、いろんな姿勢やったりとか、いろんなものジュースなどをやっていくと筋肉量が保たれるんですよ。あえて有酸素運
運動もしながら重たいもの持ってるんで、やっぱり筋肉もついてきやすい。そうするとお腹空きますよね。でいっぱい食べる。で自分たちの適切なものを自分たちで収穫して食べてるね。なので社会的な交流もそれを交換したりとかもあります。私日南って宮崎の日南市出身なんですけど、いまだに物々効果みたいなのありますから。そうなのでやっぱりね、睡眠っていうのに関してもやっぱり運動するっていうのメインで、やっぱ定時で寝て定時で起きるためにも、私個人としてはやっぱ農作業だったりとか、あとはそれが農作業ができないぐらい都会に住んでるのであれば、定時で例えばジムに行くとか朝一で行くとか、自分の中で決めたルーティーンがあると一番ベストですね。おすすめはやっぱ9時とか10時とかに寝て、5時とかに起きて、そしてそこから6時ぐらいから筋力トレーニングをする。例えば農作業でもいいし、例えば筋力トレーニングする場所に行ってみたりでもいいし、っていうのでやって、そこから余暇活動でスタートして、で食事量をちゃんとコントロールしていく、食べ過ぎも少なくてもダメですね、っていうのをちょっと意識してみるといいのかなというふうに思います。なんでちょっとね、今日は解説ばっかりになっちゃいましたけど、この3つのバランスなんですよ。よく聞きますよね、食事と睡眠と運動だって言いますけど、このちゃんと意味を知ってください。全てが成り立ってるんですよ。これバランスなんです。どこかが過不足でも、どこかが課題でもダメです。そして高齢者、いわゆる50代以降から大事になってくるのは筋肉量の運動です。運動がちゃんと筋力をつけるっていう風になってると、睡眠もします、そして食事も食べます。でこのバロメーターを動かすために、一番この3つをぐるぐる回すためにも、定時寝て定時で起きて筋力トレーニングをする、スクワットだったりをしていくっていうところが、すごくイメージとしてはいいのかなと思いますので、まず今すぐ始めるんだったら、やっぱ筋力トレーニングね、やってみるってこと。重たいものを持ってみるね。できなければジムに行って筋力トレーニングやってみたりとかね、スクワットやってみたりっていうことを意識してみるといいかなと思います。その時にね、痛みがあったりとかしてできないのであれば、私も痛み専門の整体にやってますので、ぜひね、概要欄の方からチェックいただけると、全国に店舗ありますので、ぜひそちらの方でチェックして予約して行ってみてください。はい、ということでね、今日はこちらの方の話させてもらいましたけど、まあ睡眠と運動と食事、これすごく大事だって言われますけど、大事なポイントね、しっかりなぜ大事なのかってことを理解できたかなと思いますので、まず筋トレぜひねやっていただければと思いますので、どんどんアクションやってみてください。でこんなね、役立つ情報を出してますので、もし興味があればですね、今回の話良かったなと思っていただければ、 YouTube チャンネル登録、高評価、コメントいただけるとすごく嬉しいなと思いますので、ぜひねそちらの方も登録よろしくお願いします。あとですね、概要欄の方に店舗のね情報貼ってますので、生体にふっかやらせていただいてますので、全国展開してますので、ぜひねそちらの方もチェックしてみてください。では今日はこれで終わりたいと思いますので、ぜひね健康的な生活をするためにも、ぜひねこちらの方頭に入れながらやってみてください。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。おすすめの趣味、いやおすすめの趣味はもちろんですけど、農作業農作業ですけど、やっぱジムとか、あとは、バランスよく筋肉つけるっていう意味で、プール。うん、プールで歩く負荷があるんで、と、あと山登り。うん、なんか自然と楽しみながら、趣味しながらできるし、山登りとかやってる人って、やっぱね、徐々にこう、ちょっとした山からスタートして、富士山に行って、ちょっと海外の山行ってとかで、やっぱ、目標ができやすいんで、すごく山登りとか、あとは農作業とかもやっぱ もっといいもの作ろうっていう目標できやすいんで、目標が結構なくなりやすいんですよね。50代以降の方って何のために毎日淡々と過ごしてるみたいになっちゃうので、筋トレだけやってって言ってもやっぱやんないんで、何かのためにやる。で何かのためにっていうのをただやってたら筋肉ついてるが一番ベストじゃないですか。それが山登りとか、まあそういうのかなと思うので。まあそういうのはなんか、あとプールとかもね、なんかタイム早くしたいとかもそうだし、なんか自分に合う、目標をやってたら筋力ついてましたが一番ベストかなと思うんで、そういう視点でやってみると一番いいかなって気はしますんで、趣味、なんかわからんかったらちょっと、コメント欄書いといてください。いいですよとか返すかもしれないんで、よろしくお願いします。